プロと10がねカバーできるポジションではありますからね。試合スタートです。タレット、プラウラ攻めの準備を取れているノーセプション。ああ、まずはミッドを制圧します。前回の対策でゼータもミッドを前に詰めることがあまりなくなってきましたね。トルドマーク破壊。ここで中央をゆっくり自由に動けるノーセプション。その間にショートからエントリーし、おお、ラフターを取りに行きます。そのまま相手を寄せつけません。フラッシュから全フダブルキル。いや、勢いがある。まだ止まらない。3人目ワンオンファイブ。残ったのは B サイトのラーズ。ヘッドハンターチェンバー同士の対決。これレディオがプレッシャーをかける。まずは前方を仕留め、残り2発血は通ってますからね。おお、最後はメテオ。ファーストラウンド、まずはノーセプションが取得しました。全部力強いプレー出ましたね。ただ結構きつかったですよね、そのゼータの守り方っていうのが。そもそもミッドも取れていない状態でコントロールされてしまって、 A ショートからのアクションで下がるしかない、で A から寄るしかない。シュガーゼロが最初に狙われる。まあ、かなりノーセプションにプレッシャーを感じているような、そういった配置にも見えましたね。前回よりよりね一歩ラインを下げてましたよね。はい、2ラウンド目です。ゼロポイント。応募を回収したのは全風。いや、これ全風ファーストラウンドでの4ポイントもあるんで、かなり早くヌルコマンド上がりそうですね。あと2つですね。ラザー勝負の構え。天がセンターを出ている。ブラックウィズ2度のピークで体力を削ります。天が瀕死の状態。エリアを取れているゼータディビジョン。うん、後ろからここも抑える。できませんでしたね。前フがダブルキル。スポンドの勝負。メテオ B メイン。いや、うまいですねこの動き。本体は A サイドです。そこも分かっていち早く到着したのはクロー。ブラックウィズを仕留めます。タワーを抑えてるデリアリー。残り1名。ラズにも対応しました。危なげないラウンドが続いています。ノーセプション2対0。ゆえさんから見てどうですか、このすごいこう自分たちのペースを、ね、相手に押し付けているようにも感じますけど、メテオの動きとか。そうですね、なんかノーセプションのサイトを取った後も強気な前目の位置っていうのが、こうゼータディビジョンの意図しないポジションを取っているので、そこも 3V4 から 1V1 まで。ジョジョ恐ろしかったですね最後。力強かったですね。しかしこのラウンドゼータも自分たちから先になんかアクションを仕掛けにいったような、はい、うん、ラウンドになりましたよね。相手がセットの準備をする前に自分たちが、うん、細かいセットミクロ面のセットをすると。さあ、ツードフォース、ランデブーで戻ったラズ。 B のミンを取ったのはノーセプションです。これ今のゼロポイントどうでしょう、クローも映ったんですかね。そしてミッドはおそらく、まあ、毎回引いているというのがバレているのが分かった上で、トレッドマークを壊すためにスローで上がったのを逆に狙おうというポジションにおそらく点が入ってますね。メテオは A をゆっくりと索敵。クローがプラウラー準備。ミッドへのスモーク。デリアリのロックダウンは B へ。これを見てどう動くかですね。ゼータ、まずはペイントダウン。テンが投げ込みます。 D の進行はさせません。ただ本体は A、 ノーセプションロックダウンが破壊されますと同時に A のセットが始まっている。ホウとスモーク通過する。ステップゼロ距離だ。フラッシュから1人さばきますが、ジョジョがカバー。それでは続き4対4。早いですね。ラフターウェイ顔を出させません。ノーセプション設置完了。ジョジョのナイトボールが上がる。取り返しをさせません。フラウラを返す。すでに入っています。テンがジョジョを襲うつ。音が聞こえない。後ろ取った。おブラックウィズ、そこをさばいたらラーズ。裏は通させない。正面は天。背中はラズに任し、クロー、シュガーゼロ、天が動く。ただ横から見えてよ。最後はシュガーゼロ。いや、でももし今ラズがあそこを取っていなかったらどうなっていたか。あれ、裏取りの足音ナイトホールで聞こえてませんでしたからね。前方の3名はもうラズがいないと取られてた可能性、可能性もあったぐらいのラウンドですね、はい、
ただやっぱりこのノーセプションの速いスピード感にこうフラッシュの返しで対応しようとしているところをアビリで構えているところに出てきているわけですから、はい、やっぱりこうデータディビジョンとしてもノーセプションのこのスピードかなり厄介そうですね。細かいところですけど天の今打ち直しきれだったな。ライトボール食らってなかったか。ラズは当たってないですね。スピーカーでやってきてましたからね、うん。さあツールドフォースはメテオ、まずはミッドを取りに行きます。ホールドとのセット、テンクロー、その対策はできている配置ですね。まずはプラウラー反応します。1人見つけた、左側に逃げて逃げて相手出るペイントダウン、そしてプラストバックに戻る。テンシーズとペイントダウンの連携決まりましたね。完璧な連携です。スローでミッドを取りに来る、前回もやられたこの動きの対策を完璧に行ってきました。ここはカバーは間に合いませんでした。ノーセプション5対4、人数差をつけてゼータはどっしりとノーセプションを待ちます。あ、ショートが聞こえる。ナイトホール、ラザー戻る、逃げれない。ナイトホールをもらった。ノーセプションそれでも前に出ます。ホウンドを破壊してコズミックディバイド、 B サイトを切っている。勝負しに行く。前夫あえて前に出ました。そして B サイトには設置完了、残ったのはジョジョです。これでもワンオンツーです。ワンは最後の、いやこれでも全員で繋いだ時間ですね。笑ったブラックウィズ、相手のスモークを利用して耐えて、そしてグラビティウェル2人吸い込んで解除遅延。素晴らしい耐えでした。これコランドといえ相手サイト中にいるところをしっかりと一人に任せてマーケット前取りに行ったメテオも偉かったですね。あのメテオの動きもあってかなりこう取り返しに時間を要しましたよね。正面かなり時間かかりましたね。5対3、なんかこう一人でお散歩しているようにも見えつつも実はこう全体にちゃんとつながっていってるっていうチームの素晴らしい動きです。お、早めヌルコマンド、これはデップ捕まっている。スモークイン、アビリティも使えないのでこれは一度待つしかないですかね。ノーセプション側のヌルコマンド、アビリティを使えないゼータディビジョン、一旦耐えるターンです。設置に入る、設置を仕切ってからジョジョのナイトホール、ロックダウンまで。いや確実に取りに行きますね。しかも設置後なのでかなり時間使わされますね。あえてジョジョここは勝負にいった。さあシーズンは捕まっていません。シャッターを開けてポーンドからの取り返し、テンのパーティータイム、一人さばいてブラストバック。ただどうだ、前に出るポーンド、いや壊せない、壊せなかった、タイミングが悪かったか。ジョジョ4人抜き、そしてデリエリが最後仕留めての6対3、タイムアウトを終えました。まずはエコラウンドのゼータディビジョン、ミッドを取りに行く判断。さあ回収、プレッシャーをかけるキャットにはスモーク、その上からノーセプション浮き切った、倒し切ります。ミッドをこじ開け、そのまま A、 残ったのはクロー。接地音は聞こえています。絶望的な状況、お互い相手の位置がまだ特定できていないという状況ですが、クロー側の目線だと何人持っていけるかというところでしょうね。見えた、おーパーフェクトです。あるとすればこのラウンド、おそらくこう AB に分断して3人で分かれて取りに行くノーセプションのスタンダードな配置に対して、はい、ゼータがミッドから一気に圧をかけていってまずは削っていこうっていうところが、まあ、エコラウンドでしたからね、プランとしてあったと思うんですけど、今回ノーセプションも、ね、ビーリング側に人数かけてましたからしっかり対応しきりましたね。そしてここが重要です。ゼータディビジョンバイラウンド、シュガーゼロのコズミックディバイド、デップのヌルコマンドがチャージされています。ここ
まずは B リンクを確認するように、ゼロポイント2人は見えました。ここに人数をかけている分、当然 B 側他のサイトが手薄にはなりますから、リスクはありますよね。でもすごいですね、ミッドもアランボトル抑えれてるし、 B も比較的高めに抑えてます。302の配置のオセプション、これはバレた、ね、抑えてペイントダウン、いやそのままいった、10のペイントダウン、ブラックウィズは出るしかありませんでした。ランデブーで戻ったメテオ、 A サイトカバーに来る、ジョジョダブルキル、正面での勝負、ジョジョまだ生存中です。マークはされている、ただ耐えている、シーズも飛んでくる、ただまだ耐えている、合流した、あと30秒、ちょっとラズ抑えたのはデリアリー、 1v3 なると体力の少ないシュガーゼロ苦しいぞ。最後は正面、一人返しますが最後は全負でした。後半1ラウンド目を取得したのはノーセプション。このファーストラウンド取ったの大きいですね。8対5、うん、設置もできてないからセカンド場合も苦しいでしょうし、声出てますね、出てますね、ローセプションあと5本です。メテオが前だ、まずはワンピック、ランデブで戻ります。そして2人も見えましたね今、情報としては大きなものを得ましたよね。まずはメインへのスモーク、そしてピーク、天を抑えます。ホーンドで位置を奪われているブラックイズ、ショートは味方に任せたか、お互いのトレード、メテオ3人、遠距離至近距離関係ありません。ヘイブンでもすごいの出してますからね、メテオ。残ったのはクロー104、当てている、いや手も行く、最後はクラシック4人仕留め、13ラウンドを目指し、あと一歩あと一歩とゆっくりとノーセプション歩を踏み出します。しかもこのラウンド、まあ、次のラウンド話になりますけど、メテオがキル取って落とされたら本来オペレーターが出しづらいラウンド、うん、初めてのバイラウンドでツールドフォースが出す可能性もある、うん、かなり攻め側にとっては厄介なアルティメットですからね。厄介ですね。そのメテオのツールドフォースまであと2つ、バイラウンドのゼータディビジョン、デリアリ前に出ます。ランデブを回収、まずは様子見です。ここでおそらくラズは映ったでしょう。さすがに先ほどワイン対策されたこともあって中に入れなくはなっているようですけれども、ただこれ中央のアランボット壊さない限り B 側人数少ない状態のまま A に人数かけれますからね。そうなんですよね。顔出すメテオ、時折こうやってメテオが前に出すことによってこうショート進行しづらいというプレッシャーを与えることも可能ですからね。なるほど、天が今度は釣り役になるという形でしょうか。プララを破壊、ブーンボット、出る判断、勝負だ、どうだ、対応できるかゼータ、押し込むないぞ、ノーセプション、これ悪夢に止まれろ、フラグメント、いやただ対応も早い、クロー倒している、もうエースサイト入ってる、しかも壁も張った、天はショートを守っている、正面との勝負、抑えたらブラックウィズ、設置はできましたが返しのナイトボールが来ますよね。それに対してのデップロフラグメント、プラウラーも帰ってきます。ただ時間は稼げている、ジョジョセットの準備で取り返し、ノーセプション5名で取り返してくる、ブラックスに当たっている、当たっている、シュガーゼロどうだ、取り切れるか、ブラック持ち帰って取り切れません、デップが来てる、ツーオンフォー、落下したデップ、さばけない、ブラックス時間を稼ぐ、おお、まだ生存、まだ生存、まだ生存、またブラックス、うわ、広めのビッグエナイ、解除は間に合います、間に合った、マッチポイントのセプション、いやマッチポイントまで来た、時代が変わりかけてますよ。アグレッシブなプレーから
チャンスを導きました。手に入れたマッチポイント12対5。ディビジョンもここヌルコマンドとショーストッパーがあるので、なおかつラズはクレジット的な不良をツールドフォースで埋めることができる。この VCT ジャパンに新たなチャンピオンが生まれるのか。ここしかしそういった例えばこのデップとかテンとかビッグアルティメットのプレイヤーが倒されないかどうかというところですよね。お互いのチェンバー、うん、いやめても昨日はここ B メイン外で待たれていること非常に多かったので、これ以上は詰めないと思うんですよね。ラズのツールドフォース昨日何度もこの打ち合いありましたからね。クローが前に出る、トレードマーク破壊。いやこのクローの動きは大きいですよ。これでミッドを警戒しなければいけないローセプション、リスクはあったんですが、ヌルコマンドゼータディビジョン、ここはアビリティを使いません。全フのヌルコマンドです。おこれで動きを変える。いやただ上昇寄ってない。この波紋でだいぶ見られるんじゃないですか、移動してるのが。足音聞こえてるか。ゼロポイント、ラズの位置を確認しました。しかもこれ結構ピン、おほらおったぞ、ラズそのまま抑えましたね。シュガーゼロもそうからのイン、ラズから下を抑えた、ヘッドアッターだ、デリアリがカバー、3対2状況は1点。ロックダウンを打って取り返すか、それとも次につなげるか気になるところですね。難しい判断です。シャットは閉まっている、ダブルビーク、クローが抑えた、ワンオツジョジョのオーディン持ち替えて、おお最後はデップ7本目ゼータディビジョン。落ち着いて取りに行きましたね。ロカーの状況を覆しましたね。4対5で0ポイントでラズの位置もバレてというところでしたけど、あでもそのことで映ったんですかね。そうですね、その代わりショート側の動きも早かったので、うん、ポンと入れてます、映ってますね、映ってますね、映ってますね、ポンと入れたのは見えてましたけど、これをきっかけにショート側のスモークに入って対応としたブラックウィズを逆にショートから先に進んでいたシュガーゼロが倒したってとこですかね。ブラックウィズもちょうどポンと映ってしまってましたからね。うん、ただ有利なノーセプション変わりません。12対7。そうですね、ロックダウンも健在ですから。メテオの動きが面白い。警戒はできてるか。セーサーミトノックポンドドロップされた。お互いのトレード3対4。いやこれフラフラ飛んでくる、しかも苦しいぞ。ペイントだ、ディリアリー引けるか、視界が悪い点、スパイクの落ちている中後ろだ、お後ろのメテオを倒した。シュガーゼロここで気になるのはノーセプションがどう動くかですよね。3対3、体力状況は五分です。いやでもこの逃げれない天の位置狙ってくるか。ジョジョラズを抑えてナイトボール前に出る、抑えたシュガーゼロ、あとはスパイクがワンオフじゃない、どうなる B メイン4取った、4取った、ノーセ